お弁当の時間は本当10分15分で作れるように全部こう自家製冷凍食品っていう感じで用意しているので、それも本当に仕組みになっていますね。副菜も全部冷凍してあるので、これをそのまま入れます。そうすると食べる頃には食べやすい状況になっています。お味噌汁は朝起きると作ってあって、主人が作ってくれてるんですけど、後から入れる水菜となめこのお味噌汁は美味しいっていうんで、結構こういう風になってるんですけど、ご飯を食べる時に各自がこの水菜をお椀に入れて、そこにお味噌汁を入れて食べてます。起きて。
あ、いってらっしゃい。はい、じゃあねー。うちは収納がこの集中収納一つしかないので、リビングで使うものもキッチンで使うものも洗面所で使うものも全部ここにあるっていう感じです。そっちが洗面所なので、洗濯関係のものだったりとか、あとはこういうふうにお掃除関係のものだったり、よく通常のお掃除じゃなくてしっかりお掃除する時のものだったりとか、ストックとかバスタオルとか、いろんなものがここは入っています。こっち側はキッチン関連のものが手に取りやすい場所にはメインで入っています。乾物だったりとか、あとは、缶とかお菓子とかそういったものが入っていて、家族みんながどこに何が入っているのかっていうところが分かっている状態です。で、あとはレターセットであったりとか、ちょっとした工具とかソーイング関係のものとか、あとはお薬ですねが入っています。